さんこんにちは。テレビハムラの時間です。65歳以上の方を対象とした新型コロナワクチン接種第4弾の予約を受け付けています。受付期間は7月2日金曜日午後5時までです。65歳以上の方が優先的に予約できる期間は今回が最後になります。すでに予約済みの方も予約枠の空きがあれば予約日時の変更もできます。コールセンターではこれまでよりも回線の数を増やして対応しますが、電話が非常につながりにくいことが予想されますので、できるだけインターネット予約にご協力をお願いします。それではここでインターネット予約の方法やワクチン接種の手順についてご案内します。新型コロナウイルス感染症ワクチンインターネット予約のご案内です。ワクチン接種には必ず予約が必要になります。予約を取ってから会場へお越しください。携帯電話、スマートフォンからの予約の場合はQR コードからワクチン接種予約サイトにアクセスしてください。 QR コードは接種券に同封のチラシで確認してください。パソコンから予約する場合は URL を入力するか、羽村市公式サイトからアクセスしてください。まずログイン画面に ID とパスワードを入力します。 ID はお手元の接種券に記載された券番号が ID となります。次にパスワードを入力します。パスワードはご自身の生年月日を西暦で8桁入力してください。例えば1953年1月23日生まれの方のパスワードは19530123となります。以上の入力を終えてからログインをクリックしてください。次に詳細情報、ワクチン接種予約をクリックします。続けて予約、最後に施設選択をクリックします。次に予約年月日の選択に移ります。ここでの予約年月日の期間の選択は必須ではありません。選択をせずに画面を下にスクロールさせても予約可能な日時が表示されます。羽村市では、羽村市スポーツセンター第2ホールだけが接種会場となります。会場名の下に予約可能年月日と時間等が表示されます。画面をスクロールさせ、希望する日時を選択してください。希望する日時を選んだら、施設名の羽村市スポーツセンターをクリックしてください。画面が切り替わったら、予約内容に間違いがないかを確認してください。この時点では予約は完了していません。次に必須項目の入力に移ります。名前、生年月日、電話番号を入力してください。生年月日はパスワードと同じです。西暦で8桁を入力してください。メールアドレスの入力は任意ですが、登録すると予約完了メールと接種日前に確認メールを受け取ることができます。郵便番号、住所の入力は任意です。入力完了後に予約するをクリックしてください。最後に予約確認のためはいをクリックしてください。これで1回目の予約が完了しました。内容に間違いがないかを確認してください。続けて2回目の接種の予約を行ってください。2回目の接種は1回目の接種から18日以上の間隔を空けてください。予約が非常に取りにくいことが予想されますが、希望するすべての方が順次ワクチン接種を受けることができますのでご安心ください。新型コロナワクチン接種の手順をご案内します。ワクチン接種には必ず予約が必要になります。予約を取ってから会場へお越しください。
羽村市の接種会場はスポーツセンターです。スポーツセンター接種会場専用入り口へ向かってください。スポーツセンター正面入り口からは入ることができませんのでお気をつけください。入り口から入ったらまずは手指消毒をお願いします。受付で本人確認を行いますので、接種券、予診票、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示してください。予診票はご自宅で記入したものを持ってきてください。その後、非接触体温計で体温を測定します。係員が予診票に体温を記入します。予診票の記入漏れがないか看護師が確認します。質問などがある場合は申し出てください。予診票の確認を終えたら、係員の指示に従い番号札を受け取ってください。順番にお呼びしますので、番号で呼ばれるまで座ってお待ちください。医師による問診などを行い、接種を受けられるかどうか判断します。場合によってはその日に接種できないことがあります。基礎疾患のある方や過去にアレルギー反応を起こしたことがある方などは、事前に必ずかかりつけ医にワクチン接種が可能か相談の上お越しください。医師による予診が終わった後は接種を行います。呼ばれるまで接種待機席でお待ちください。接種室に案内されたら、係員の指示に従い、接種に同意する場合は予診票の同意欄に署名をし、肩を出した状態で看護師が来るのをお待ちください。接種は肩に行いますので、肩を出しやすい服装でお越しください。過去に予防接種や採血などで体調が悪くなった方は、横になって接種することもできます。接種日は激しい運動を控えてください。また、お風呂に入ることは問題ありませんが、強くこすったりしないようにしてください。接種後は係員が来るまでお待ちください。予診票、接種券、お持ちの方にはお薬手帳をお返しします。接種券の右側には接種を受けた日付や場所、ワクチン種類などを記載した接種済証を貼り付けてあります。接種したことを証明するものとなりますので、大切に保管してください。またタイマーをお渡ししますので、係員の案内に従って接種後経過観察ブースで待機してください。接種を受けた方は少なくとも15分間会場で待機が必要です。また過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を引き起こしたことがある方については、30分間会場で待機が必要です。タイマーが鳴ったら、出口でタイマーと予診票を提出してから帰宅してください。
コロナワクチン接種前後2週間は他の予防接種を受けることができません。1回目と2回目の間に別の予防接種を行わないようにしてください。また予約が非常に取りにくいことが予想されます。希望するすべての方が順次ワクチン接種を受けることができますのでご安心ください。新型コロナワクチンを受けた後の注意点についてご案内します。ワクチンを受けた後は15分以上接種会場で座って様子を見てください。過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や採血などで気分が悪くなったり失神などを起こしたことがある方は30分ほどお待ちください。接種後すぐに現れる可能性のある症状はアナフィラキシーと血管迷走神経反射です。アナフィラキシーは薬や食べ物が体に入ってから短時間で起こることのあるアレルギー反応です。蕁麻疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。起こることは極めて稀ですが、接種後にもしアナフィラキシーが起こってもすぐに対応が可能なようワクチンの接種会場や医療機関では医薬品などの準備をしています。血管迷走神経反射はワクチン接種に対する緊張や強い痛みをきっかけに立ちくらみがしたりする症状です。倒れて怪我をしないように背もたれのある椅子に座って様子を見てください。接種日当日は激しい運動を控えて接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は問題ありませんが接種部位を強くこすらないようにしましょう。接種後数日以内に現れる可能性のある症状は次の通りです。インフルエンザなどのワクチンより痛みが強いと感じる方もいます。これらの症状の大部分は接種後数日以内に回復しています。疲労や関節痛、発熱など1回目の接種より2回目の接種の方が頻度が高くなる症状もあります。接種後に副反応が見られた時の相談先は東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センターへ。ワクチンの効果や副反応などワクチン全般に関することについては厚生労働省コールセンターへ。羽村市のワクチン接種に関することは羽村市コロナワクチンコールセンターへ問い合わせてください。ワクチンを受けた方は新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、他の方への感染をどの程度予防できるかまだ分かっていません。ワクチンを受けた後も3密の回避、マスクの着用、手洗いなど感染予防対策の継続をお願いします。正しいマスクの着け方です。メーカーによって異なりますが、基本的に不織布マスクはプリーツのひだが下を向く面が表になります。上向きにするとそこにホコリがたまるなどしてしまいます。マスクをする前に表裏の確認をしましょう。マスクを鼻の形に合わせて折ります。この時鼻の高さに合わせ V 字ではなく W の形に折ります。こうすることでマスクをよりフィットさせることができます。マスクを下まで伸ばししっかりと顎のラインをカバーしましょう。また飲食などの際にやってしまいがちなのがマスクを顎にかけることです。これはマスクの内側に雑菌がついてしまう可能性があります。面倒でも外してマスクを清潔に保ちましょう。ワクチン接種は開始されましたが、東京都はまん延防止等重点措置の対象となっていますので、引き続き不要不急の外出を避けるなど、
感染拡大防止にご協力ください。続いては東京都議会議員選挙のお知らせです。東京都議会議員選挙のお知らせです。告示日は6月25日金曜日です。投票・開票日は7月4日日曜日です。投票は午前7時から午後8時まで市内10カ所の投票所で投票できます。開票は午後9時からです。投票日当日投票所へ行けない方は期日前投票を利用してください。期日前投票の期間は6月26日土曜日から7月3日土曜日までです。時間は午前8時30分から午後8時までです。会場は市役所分庁舎1階第一会議室です。持ち物は入場整理券です。入場整理券裏面の宣誓書の提出が必要となります。また不在者投票、郵便等投票を利用される方は書類提出などの手続きが必要になります。早めの手続き、問い合わせをお願いします。選挙会場では新型コロナウイルス感染症への対策を行い、市民の皆様が安心して投票していただけるよう努めます。投票所入り口に手指用消毒液を設置します。投票所の換気を定期的に行います。記載台、鉛筆などを定期的に消毒します。また鉛筆は持参したものを使っても問題ありません。有権者の皆さんへお願いです。感染拡大防止のため席エチケット、マスクの着用をお願いします。混雑した場合には入場整理によりお待ちいただくことがあります。今回の選挙に羽村市で投票できる方は満18歳以上の日本国民で、市内に引き続き3ヶ月以上住んでいる方、羽村市の選挙人名簿に登録されている方です。詳しくは広報羽村6月1日号をご覧いただくか、羽村市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。あなたの大切な一票を生かすため投票に行きましょう。高齢福祉介護課からのお知らせです。皆さんの中にも新型コロナウイルス感染症の感染拡大により外出や人との交流が減ったという方も多いのではないでしょうか。羽村市地域包括支援センターにも足腰の弱りや認知症の進行を心配する相談が寄せられています。またこういった状態を放っておくと介護が必要になる恐れがあります。身体機能や認知機能の低下により介護が必要になってしまった状態をフレイルと言いますが、フレイルは適度な運動や人との交流で予防することができます。感染予防に注意しながら体操やウォーキング、人とのコミュニケーションをとって感染症やフレイルに負けない体を作りましょう。高齢福祉介護課からのお知らせでした。続いての話題です。6月23日から29日の1週間は男女共同参画週間です。市の取り組みについてお送りします。男だから女だから、そんなイメージにとらわれていたら本当にやりたいことなんてできない。私たちが目指すのはみんなが活躍できる社会、みんなのなりたいを実現できる社会だ。一緒に一歩踏み出そう。一人一人が自分らしく生き生きと暮らせる羽村を目指して。みんなで考えよう、男女共同参画週間。その今年のその男女共同参画週間のキャッチフレーズっていうのが、まあ女だから男だからではなく私だからの時代へっていうことなんですけれども、まあ要するに
女だからこうするべきとか、男だからこうするべきだっていうことではなくて、まあ、男性でも女性でも一人一人が違うし、まあ今では LGBT という言葉を聞くことが増えましたけれども、男とか女では割り切れない性別のあり方があるという、まあ、認識が、まあ、だんだん広がってるわけですね。で、まあ、例えば2017年にこう、まあ、声を上げづらい性暴力の被害者たちが、まあ、MeToo 運動っていう、形で、まあ、あなたは被害を受けたあなたは一人じゃないっていうふうに声を上げたり、それを周りの人がサポートするっていう動きが、まあ、世界的に広がったりとかですね、日本でも2018年に、まあ、政治分野における男女共同参画推進法っていうのができて、まあ、政治家に女性を増やそうっていうふうに、まあ、男女共同参画を進めようという、まあ、機運が、高まっています。まあ、しかしですね、まあ、世界経済フォーラムっていうところが公表しているジェンダーギャップ指数っていうのがあるんですけれども、まあ、日本は先進国の中で最低レベルにあるっていうのが現実です。で、まあ今こうやってることの大元となっている男女共同参画社会、基本法っていうのが1999年にできているので、実はずっと今までやってきてるんだけれどもなかなか実現できないっていう、社会課題なので、この男女共同参画っていう、まあ、課題をねみんながちゃんと考えて、行動しようっていう、まあ、そこが大事なんじゃないかなっていうふうに、思います。羽村市では性別による差別のない真の男女共同参画社会の実現に向けて6つの基本目標のもと様々な施策に取り組んでいます。男女共同参画についてみんなで考える男女共同参画フォーラムや女性のキャリアデザインや働くことを支援する講座、家庭での男女共同参画を推進し男性の子育てや家事を推進する家事・育児参画推進講座は昨年度はテレビ羽村での動画配信を行いました。市民の皆さんや事業者の皆さんに取り組みを知っていただき、一人一人の行動に移していただけるよう、広報羽村での男女共同参画誌ウィーブやミニコラムの掲載、メール配信など様々な啓発活動も行っています。一人一人が思い描く暮らしを実現する男女共同参画は、家庭、職場、学校、地域など日常のあらゆる場面に関わります。自分らしく生き生きと活躍できる社会のために、自分や家族、周りの方の暮らし方や働き方を考え、一歩ずつ行動を起こしていきましょう。私は1ヶ月取らせていただきました。はい、社会全体では男性の育児休業の取得率っていうのはあまり高くないっていうのは分かっていたんですけれども、まあ、私も育児休業を取ってですね、夫婦2人で子育てをしたいっていう思いがまずあって、で職場の中でですね、育児休業を取られた職員も何名かいたので、そういった環境であれば自分も育児休業が取れるんじゃないかと思って、はい、取りました。まあ、1ヶ月という期間ではあったんですけれども、子育てに専念ができて、今まで、まあ、仕事をある意味こう仕事だけを中心に考えていた部分があったんですけれども、やっぱりそれは家庭が あってこそっていうところ、そういったところに気づけた期間でもあったのかなっていうふうに思いますので、自分がこれから上の立場になった時に部下であったり周りの方がやはり子育て、しやすい環境というのは自分自身もこう作ってあげなきゃいけないなというふうには思ってますので、職場でもそうですし、地域だったりその羽村市の中でそういった子育ての環境がより良くなっていけばいいなというふうには思っています。産休に入るとその間不足した人員を会計年度任用職員が翌年度まで担当することになっております。なのでその正規の職員の数が減ってしまうという点では、残された方たちに負担をかけてしまっているのは間違いないと思います。なのでその穴をどれだけ埋められるかは自分が事前に準備がどれだけできるかかなと思っています。うちの場合は最初慣れるまでは私メインでやってたんですけど、今現在はもうお迎え、保育園のお迎えは私、送るのは全部夫がやってますっていうふうにまず分担しているのと、朝も私の方が早く出ていかなければいけないので、朝起きてからご飯食べさせて着替えさせて
準備させて保育園に行くまでは全部夫がやってます。その代わりお迎えの時間に帰ってくることはできないので、私がお迎え行ってその後ご飯作って食べさせてっていうのは全てやってっていう風に、ライフワークライフバランスというかリズムに合わせて分担制にしています。で、 できない時はもう1週間前にお互い報告することということで、そのスケジュール共有アプリみたいなものでお互いの仕事のスケジュールとか子どものイベントを全部入れて管理するようにしてます。やはり自分だけが頑張ればいいというわけではなくて、周りの協力をいかに得られることっていうのがワークライフバランスを保つには必要不可欠だと思ってるんですけども、そのために制度を整えてもらうっていうのはもちろんなんですけども、あとはもうワークライフバランスをみんなで保っていこうっていう意識と、私の場合はそのためには人一倍周りに協力してもらわなければいけないので、その協力をどれだけ得られるかっていう信用を得るために人一倍頑張って、お互い助け合えればいいんじゃないかなと思います。この6月にですね、育児介護休業法っていうのが改正されたんですけれども、配偶者の出産直後に男性が、育休を柔軟に取りやすくなったと。あとはその企業の側がですね、対象となる男性に直接こう育休について説明する義務っていうのができて、男性の育休取得を、促進する狙いがあります。で、実はそのコロナウイルスの感染拡大の中で失業した方って、女性の方がかなり多いんですけれども、日本では現実としていろんなこう労働の習慣、慣行の中で、女性が結婚出産を機に辞めてしまうっていうことが多いわけですね。で、女性が働き続けることができればその女性にとってもいいし、実は人手不足の企業にとってもプラスになるはずなんですね。で、そのためにも、男性の育休の取得率が上がるっていうことが、重要です。で、ただ現状では、日本の男性は育児以上に、家事をあんまりやらないっていうデータがあります。で、育休を取ってもその配偶者の負担が減らなければ意味はないので、そこは大事な課題かなと思います。あとはですね、最近注目されている、生理の貧困っていうテーマがあります。羽村市でもちょうど、生理用品の無料配布を実施したところもかなりのニーズがあったということなんですけれども、生理用品っていうのはいわば必需品なんだけれども、本当にこう大変な状況に置かれているとどうしても まず食べ物とか、お子さんがいる場合はお子さんへの支出っていうのを優先しないといけないということで、この支援っていうのが大事だと思うんですけれども、困難な状況にある人を支援するっていうのは、基本としては男性も女性ももう関係ないんですけれども、今までよく見えてこなかった、性別の違いによってこういうニーズの違いとかがあるよ、ギャップがあるんだよっていうのが、この生理の貧困っていう問題から見えてきたっていうことがあります。こうしたことを一つ一つしっかり、クリアしていくことが、みんなが暮らしやすい、真の意味での男女共同参画の社会を作ることに、つながるんじゃないかなというふうに思います。さて、今週最後は羽村家族プロジェクトの一つとして行った家族写真撮影会に参加してくれた家族を紹介します。今回は神山さんファミリーです。今週もテレビ羽村をご覧いただきありがとうございました。